よいしょ、カニゴでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ、トラフグってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、巨大な天然トラフグっていうことでね、この時期がやってまいりました。トラフグでございます。今年も大きいやつ仕入れました。こちらのトラフグの大きさが 4.5 キロですね。ものすごく大きいです。で、先ほどまで生きてました。生きたものを締めて神経締めしてくれてあります。やっぱこの時期はね、フグやらないと。1年で一番フグが美味しい時期ですよ。で、こちらのフグがですね、お値段が4万円で購入いたしました。4万円高って思うじゃないですか。多分4万円破格です。めちゃめちゃお値打ちな値段で売っていただきました。で、こちらのフグね、これ僕あえてオスかメスか聞いておりません。卵か白子かガチャ、こうやっていきますよ。毎回説明するんですけど、トラフグっていうのは捌くのに免許が必要です。免許がないと売ってくれません。で、なんで魚捌くのに免許が必要かと言いますと、トラフグっていうのは毒のある部位があるんですよ。それも猛烈な毒で、その毒はね、内臓に多く含まれてるんですけど、特にその内臓の中でも毒素が強い部位っていうのが卵と、あと肝臓ですね。ここがものすごく毒素が強いです。もう少し食べただけで大の大人が死んでしまうぐらいの、そのぐらい強烈な毒を持ってます。なので、さばいて提供する場合には免許が必要なんですけど、で、卵は毒がすごいんですけど、トラフグの白子、これは絶品なんですよ。もうタラの白子より美味しいと言われてます。実際僕もタラの白子よりトラフグの白子の方が好きです。癖がなくてクリーミーで最高なんですね。なので、卵だったら外れ、白子だったら大当たりという風にいきましょうか。そしたらさばいていきますか。もちろん僕はトラフグの免許を取得しております。知ってるよって思う方がね、大半だと思うんですけど、この動画から僕のことを知ってくださる方もたくさんいると思いますんでね、フグの時は毎回説明させていただきます。じゃあまずはですね、こちら、毒のある部位と毒のない部位、その2つに分けていきたいと思います。まあ、要するに解毒ですね。で、こっちにじゃあ毒がある部位と、こっちに毒がない食べれる可食部位置いていきます。で、トラフグは厳密に言うとこの血も毒なんですよね。身に血が回ったトラフグっていうのはあまり好ましくありませんね。さあ、ではさばいていきますね。まあ、トラフグっていろんなさばき方があるんですけど、まあ僕の習ったさばき方でさばいていきますね。で、トラフグを持つときなんですけど、絶対にこの口の中に入れて持っちゃダメです。なんでかというと、こんだけ歯が鋭いんですね。もうこの硬さ。これ出荷の段階で歯をこう切ってくれてありますよね。で、本当はね、こう尖ってるんですよ。いくらこういう風に出荷前に切ってくれてあったとしても、これ噛まれたら一たまりもないんですよ。で、締めてあって、あ、大丈夫かなと思って、指突っ込むじゃないですか。頭だけ神経がまだ通ってて、動く場合があるんですよ。なので、絶対に口元は持たない。かといって、こう、胴体持っても痛いんですよ、トゲトゲで。ものすごいトゲがあるんです。今、軍手してるんで平気ですけど、素手で持ったらめちゃくちゃ痛いんです。外見ではね、あんまわかんないんですけど、待ち針が一本一本、ブワーっとこう、逆立ってると思ってください。なので、ちょっとかわいそうかもしれんのですけど、この目ですね。目に、この親指と中指をこう入れて持ってあげる。これが一番安全なフグの持ち方ですね。丁寧に捌くためには、ちょっとね、こういう持ち方をしなければダメですよ、ということですね。さあ、ではでは、まずはこのくちばしを落としていきますね。ここの鼻の穴の下、ここら辺から包丁をガンと入れます。ガンと入ったら、カッカッてやって、このぐらい落とします。そうするとポコッとしたとこが出てきます。ここですね。このポコッとしたとこ。ここを切らないように、両サイドを切っていきます。まあ、このポコッとしたとこは何かというと、まあ、鎌の延長線みたいな。なんでここは切らずに、くちばしを取ると。はい、こちらくちばしですね。で、くちばし、もうこの状態になっちゃえばもう大丈夫です。口突っ込んでも。噛まれることはもうありませんね。これ大きいトラフグなんで、くちばしをこれ2つに割りましょうか。歯と歯の間のこのつなぎ目のとこですね。フグの歯っていうのは2枚の歯がくっついてできてますんで、その隙間にこう包丁のお尻の方を入れて、カンとやる感じ。こういう感じですね。舌も一緒ですね。舌も2枚の歯でつながってます。なんでその間に入れて、カンと。トラフグは上下4枚の歯がありますね。はい、こんな感じになりました。で、こちらは食べられます。なのでこちらに置きます。そうしましたら、お次はヒレを外します。まあ、先ヒレ外してもよかったな。まあ、順番はお好きにということで、ヒレ、横のヒレが1枚2枚ですね。で、背びれが1枚で、お尻のヒレが1枚ですね。はい、合計4枚のヒレが取れました。これもカリカリに乾燥させて炙ることによってヒレ酒として美味しくいただけます。なので、こちらの食べられる部位に置きますね。はい、この状態になりましたら、次は皮を剥いでいきます。皮剥ぐやり方は、こうやって背中からビーって入れて剥いていくパターンと、
横から入れて剥いていくパターン、大まかに分けて2種類あるんですけど、まあ、僕はこの横からいきますね。この横から入れた方が後で皮の処理をするときに楽なんですよね。でも皮の処理が難しいんですよね。このトゲトゲを包丁で削いで鉄皮を作るんですけど、それがマジで難しい。魚さばく工程の中で一番難しいんじゃないかなと思ってます。でこの白と黒の境目に一本入れます。でここまで来たら逆包丁で入れた方が身に傷がつきにくいですね。おお、なんか内臓が見えてきたな。うわ、この段階じゃまだ卵か白子かわからんな。一本入りました。そしたらこっち側も一緒ですね。ここの白と黒の間に一本入れて逆包丁で入れていくと、そしたらこの尻尾の方から皮を剥いていきます。こう持ってここにまず穴を開けますと。でここピュッと皮を切ります。ピロッとしました。そしたら皮を持ち上げつつ包丁の刃を当てていく。でまっすぐ入れちゃうと身が傷ついちゃうんで、まあ、気持ち的に持ち上げながら包丁の刃でこう剥がしていくって感じ。こういうイメージですね。徐々に徐々に剥がしていくと、上手い人は一気にビーっていくんですけど結構難しいんですよね。これ持ち上げてシュッ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 と、小さいフグだとね素でいけるんですけど、ちょっと大きいとこう両サイドこういう風にいきたいですね。でこのヒレのところで止まっちゃうんで、ここをね重点的に切れ込みを入れてあげると。うわ、ちょっと僕もね久しぶりだからね上手にさばけるかな。で天然のフグって骨が硬くて若干さばきにくいんですよね。養殖の方がさばきやすいです、僕の経験上だとね。でまだ4キロぐらいだとスッスッスッスいけるんですけど、6、7、8キロぐらいになってくるとマジで難しい、さばくのが。もうトラフグは大きければ大きいほど家でやるもんじゃねえ。はい、上の皮が剥がれました。でこれ上の皮、この尻尾のところにはトゲがないんですけど、この背中のところですね、ここにはねトゲがすごいついてます。聞こえますか、この音ね、トゲトゲです。なんでこのトゲを包丁で取って鉄皮として食べていくって感じですね。なのでこれは食べられる部位、こっち置いておきますね。で次裏皮めくってこっちの白い方の皮も取っていきます。こっちもね同じ要領ですね。尻尾の方切って上に持ち上げつつ包丁を当てて皮を剥いでいくと、よいしょ、はい、こんな感じ、白い方が取れました。これも同じですね、お腹の方にはトゲがたくさんついてます。でもこれトゲを取れば食べられますんで、これも食べられる部位に置いておきます。はい、このような格好になりました。そしたらですね、内臓を割って白子か卵を見ていきたいとこなんですけど、頭の方から包丁を入れていきます。そしたらここに包丁を入れていきます。で要するにこう鎌がこうあって、で鎌の後ろこの裏ですね、ここにエラが入ってますんで、ここから包丁1本入れます。スッと入りました。ここね若干エラが入ってるの見えますね。なのでここに1本入れて、でここに細いところがありますんで、この細いところもこういう風にします。こういう形にします。ここに V の字ができるようにしますね。そしたら裏面も一緒、太いところに1本で、ここ細いところにも1本入れます。はい、こんな感じになりました。こうするとね、あ、ここに鎌があるんだってよくわかりますよね。で鎌の後ろですね、ここにほらエラが入ってます。ここのエラの付け根を切っちゃいます。サクサクサクっと、はい、エラの付け根が外れてエラが出てきましたね。そしたらこのピョーンと出てる長い骨、これの後ろ側から包丁を入れていって、でここの付け根でカツッと切ります。カツッと、こういう形ですね。でこれが要するに鎌です。なんでこの細長いところの下から入れてあげる。こっちも一緒ですね、細長いところを探します。あ、ありましたね。そしたらこの細長いところの後ろ側から包丁を入れて V の字、この時に内臓を傷つけないようにね。でここでカツッと、はい、こういう感じに外せれましたら、頭は締め跡から外れちゃいましたけど、ここでビリ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 っと内臓を取っていくと、うおー、出てきたな。やっぱりお主は白子でしたか。トラフグガチャ大当たりでしたね。はい、こういう感じに出てきました。うおー、すげー、でけー、これが白子です。このお尻の付け根からこうやってついてますよね、くっついてます。これが白子ですね。プリップリです。もうでけー、何グラムあるんだろうこれ。これ2つで1キロ近くないかな。はい、素晴らしい白子ですね。後で重さ測ってみよう。この白子はもう極上です。これはもちろん食べられます。最高の部位です。
はい、でこれが身ですね。こういう形になりました。内臓が抜けました。で、まあ、身はちょっと置いといて、問題のここ一番難しいところです。トラフグの試験だとここが一番難しいんだな。毒のある部位とない部位を分けていく作業。試験だと札がいっぱい置いてあって、肝臓とか精巣とか卵巣とか、時間内にフグをさばいて的確にこうやって名前のシールを置いていくっていう、そういうことをやりましたね。制限時間が、ね、30分とか40分とかでしたからね。しかも試験官にずーっと見られながら、あれ結構緊張しましたね。さあ、そしたらまずこちらですね。フォアグラのような美味しそうな部位がありますね。こちら絶対に食べてはならないトラフグの肝臓となっております。食べたら死にます。本当に死にます。テトロドトキシンという神経毒がたっぷり入ってます。絶対に食べちゃダメです。てかさ、これここにアニサキスがいるんですけど、アニサキスってトラフグの肝いけるんすね。もう本当お前どこでもくっつくんだな。初めて見たトラフグの肝にアニサキスがおるので、この肝臓にひっついとるこれですね。これが胆のう、苦玉ですね。これも試験の時はこうやって取って、ちゃんと胆のうっていうシールをこうやって貼らないとダメなんですよ。破れちゃってもいいんですけど、極力破れないようにこうやって取ってこう置かなきゃダメみたいですね。これは毒です。なんでこの肝臓、これ毒ですね。食べれません。猛毒です。で、この胆のうも食べられません。毒です。で、次こちら、一見胆のうのようなんですけど、胆のうじゃないこの黒い玉がありますね。これが脾臓ですね。これも食べられません。これもダメ。そしてですね、ここにエラがありますね。エラの後ろです。この後ろをビュッと取ると、ここのエラのここです、付け根のここ下、ここに、あったあった、出てきましたね、ブリッと。これ分かりますか。よっと、これがトラフグの心臓ですね。これも食べられません。ほんでこのね、こういう周りについてる血の塊があるじゃないですか。これが腎臓なんですよ。これ血の塊は全部腎臓認定ですね。この腎臓と心臓すごく似てるので、このね、さばくときぐちゃぐちゃにさばいちゃうと交わっちゃうんですよね。なんでここでミスる人多いですね。心臓を最初の段階で取っておくことがポイントかなと思います。で、心臓で、これ腎臓ですね。腎臓も食べられません。心臓も腎臓もダメ。で、これがエラですね。エラ、これもエラも食べられません。で、エラもダメ。はい、こんな感じになりました。そしたらここのブヨブヨしてるところ、これはトラフグの腸ですね。腸もダメです。食べられません。ぐるーっと巻かれてますね。腸です。で、なんかね、入ってますね。ラッキーなことに。まさかトラフグで胃袋チャレンジができるとは。では毎度恒例やっていきます。胃袋チャレンジ、何を食べていますかね。すごいね、触った感じガラガラしてます。おそらく貝とかカニとかだと思いますけど、これ何、これ、うわー、なんかこれなんでしょうね。あー、これわかんねえな。なんかこんな感じですよ。おそらくこれ貝かな、魚の骨のような、貝のような、カニのような、ちょっとわかんないですね。たくさん入ってました。これも食べられません。なので食べれない部位に置きます。はい、で残ったのがこんな感じですね。これ僕らね、カエルって呼んでました。なんでカエルかと言いますと、これ裏をめくってみると、こうね、カエルの足みたいなんですよね。カエルの足って言ってもピンとこない方多いと思うんですけど、カエルって結構いろんな国で食用となってるんですけど、カエルをむき身にするとカエルの足、ほんとこんな感じなんですよ。本当にそっくりなんです。でカエルの足みたいなんで、カエル、カエルと呼ばれてますね。で、このドロッとした皮みたいなところですね、僕らはね、なめたれで覚えました。このなめたれは取る、こうやって。このドロドロっとしてね、食感が良くないんで、これはもう極力取ってあげると。ほら、もうこれまんまカエルですよね。これピョンピョンピョンって跳ねそうな。ただカエルより断然うまいです。マジでここはうまい。鍋にすると最高です。で、こうやってエラの延長線とか、ここであと腎臓のちょっと残ってたもの、こういうのはきれいに取ってあげる。こういうとこですね。きれいにきれいに、もうトラフグっていうのはね、丁寧に丁寧にさばくのが一番大事です。もう絶対きれいにさばきます。 OK、 こんな感じですね。これがトラフグのカマ、これは食べられますと。こんな感じになってますね。で、これなめたれですね、まあ、ここは食べません。なので非可食部位に入れます。さあ、じゃあ一番難しいところが終わりまして、こんな感じになりました。あとはここですね、身と頭の部分です。なんで頭ここ切れてますんで、ここまで落としちゃいましょうか。で、頭と胴体にします。で、頭のここら辺、ここにね、レバーみたいな血の塊がいっぱいついてますね。これも腎臓なんですよ。なんで試験ではこれを一生懸命取って集めて集めて、で、腎臓のところにポンと置かなければならないですよ。で、この身のところ、ここにも腎臓がついてますんで、これもしっかり取って、腎臓に置くと。よいしょ。
で、こういうダラーンとしたとこ、もうこういうのもなめたれ認定なんで、まあ、取っちゃいます。でこういうところは成形して、でこういう膜もね、僕は取っちゃいます。スーッと。今回の動画、さばくところと料理のとこ分けようと思ったんですけど、まあ分けない方がいいのかなと思って、結構尺が長くなっちゃうと思うんですよ。トラフグってどうしてもね、説明しなきゃいけないことがたくさんあるんでね、本当は前編後編に分けたいとこなんですけど、分けません。あんまり分けるの好きじゃないんですよね。はい、こんな感じに磨けました。あとはこうやって血を絞りながら流水で洗って OK。 でこれも食べられるので可食部位に置きます。であとは頭ですね。頭はこれ、まず目玉です。目玉は取っちゃいます。両方取ります。で目玉も食べれないんで、目玉も非可食部位に置きます。ほんでトラフグの頭、ここ脳天のとこですね、ここにここ割ると、はい、こんな感じでね、ちっちゃい脳みそが入ってます。でこれもね、なんか取るとこと取らないとこあるんですよね。まあ、僕らの試験だとなんか取らなくてもよかった気がするんですけど、まあ、一応なんか気持ち的に取る方は多いですね。でこの脳みそっていうのは断言はしちゃいかんと思うんですけど、毒はないと思います。なんでかというと、磨きフグっていう商品があるんです。それ何かというと、もう全部解毒された状態、この状態で真空パックになって販売されてる商品があるんですよね。それは、フグの免許がない一般の方でも購入できて、ご自宅でフグチリとかテッサとか作って食べることができるんですけど、その磨きフグって頭割られてないんですよ。脳みそ入ったまんまなんですよね。ということは、脳みそっていうのは無毒という風に捉えてもいいんじゃないかなと僕は思います。なので、まあ、脳みそはね、取っても取らなくても、どっちでもいいのかなとは思います。断言はしません。はい、このように部位分けができました。こっちが食べちゃダメな方、こっちが食べていい方ですね。そしたらこの身ですね、このまだプリップリなんですよ。プリップリの状態で食べてもあまり美味しくないんですよ。特に天然のトラフグっていうのは養殖より少し長めに寝かした方が香りが出る気がします。なんでね、1週間ぐらい寝かしたいんですよ、本当はね。でも1週間寝かしちゃうと何が問題かというと、この白子ですよ、この白子が賞味期限が近くなっちゃうんですよね。白子っていうのは内臓物なんで、賞味期限がだいたい1日から3日ぐらいなんですよ。もう白子に関しては鮮度が良ければいいほど美味しいのでね。まあ、なので今日は白子はこの動画では使いません。この白子はショート動画で出したいなと思います。その方がいいなと思って。最近ショート動画も力入れてやってますんで、ぜひぜひ見てください。めちゃめちゃ炭火で焼いてます。こいつも炭火で焼いたらうまいだろうな、適度に塩振ってね。よし、そしたら、この身をペーパーでぐるぐるに包んで、1週間寝かしたいと思います。で、たまにペーパーも変えつつ、はい、というわけで、1週間後に移動。はい、では、1週間、ちょうどです。しっかりと期限は守っていく。そしたら、開けてみましょう。はい、というわけで、こんな感じ。身の状態、素晴らしくいいです。よし、そしたら今日はこちらの身で、テッサ。で、身もね、多分これ半身ぐらいで相当引けますね。一人前以上引けちゃうと思うんで、まあ、テッサと、あとどうしような。この鎌の部分、ここ。ここね、このカエルさん。ここを、ちょっと大きいんで、半分に切っちゃって、で、これ唐揚げにして食べますか？めっちゃうまいんですよね。というわけで、じゃあテッサと唐揚げでいきましょうか。冒頭にも言ったんかな？ちょっと一週間前なんで忘れちゃいましたね。というわけで、そちら2品作っていきたいと思います。じゃあまずはこちら、唐揚げなんで、味を漬け込んでいきます。まずはボウルにニンニク。で、生姜も少し。ほんで、お酒。で、お醤油。これで混ぜ混ぜしまして。で、ここに先ほどの釜を入れていくと。ちょっと大きいな。はい、こちらをこうやって漬け込んでいくと。で、上の方つからない場合は、こういう風にリードとかでかましてあげると、味がより染み込みますね。ジップロックに入れて、漬け込むのもありですね。でもちょっと破れると嫌なんでね、僕はこういう風に漬け込みます。ではこれを冷蔵庫で30分から1時間くらい寝かします。その間にテッサを作っていきましょう。大きいなぁにしても。じゃあまずはこちらの、お尻みたいなところ。これ、うぐいす骨と言います。ここめちゃくちゃうまいんですよ。これ鍋物とか唐揚げにすると、ほんとなんかね、ふわっとろっとした繊維質で、すげえうまいんですよ。僕ね、唐揚げだったらこの部位が一番好きなんですよね。こうこうやって取ります。こんな感じ。ここは見ての通り、こういう風にね、色が良くないんですよね。なんでお刺身にはあんま向いてません。これでも縁側みたいなとこなんで、こういう感じなんですけど、これ油があってとってもうまいんですよ。そしたら3枚におろしていきます。トラフグはいつも言いますけど、大名おろしでも大丈夫だと思います。骨がまっすぐ入ってるんでね。まあでもこんだけ大きいと、ちょっと本おろしの方が確実かなと思います。なんでお腹から背中から入れて、
でここまで行ったら背骨の上乗っけて、ここから下ろしていくと。で腹骨はありませんので、もう簡単です。もうここまで行ったらもうこう行くだけですね。ここには骨はありません。裏側も一緒ですね。下にまず1本ここまで入りました。もうこんだけでいいです。もうなんならもうこっちはこのままこう行くだけでいいです。でも一頭で下ろしちゃう、こうですね。で鍋にする場合はこのあえて骨の方に身を残すっていうパターンもありだと思います。そうした方が鍋にした時に骨もとても満足感のある部位になります。こういう風にギリギリに攻めると、まあ、鉄砂が多く取れるんですけどね。どうしても鍋にする場合はね、この骨に当たった人はかわいそうじゃないですか。全く身がなくて。そういうのを平等にするっていう意味でも、骨の方にわざとうっすら身を乗っけるっていうやり方もありかなと思います。で、骨を切るときですね。骨を切るときは関節のところに、カンと入れる。これもお鍋の具材ですね。今日家で食べたいと思います。そしたら次は成形をしていきます。まだこの縁側の延長線、この赤いところ残ってますんで、ここを削ります。これ簡単にね削れます。ここもめちゃくちゃ美味しいのでお鍋とかに入れます。これ指いてね、鉄火に入れても美味しいですよ。で今日鉄火はちょっと本編ではやりません。めちゃめちゃ時間かかるし、上手にいくかわかんないんでね、なんかやる様子をセカちゃんとかであげるかもしれません。鉄火はマジ一番難しい。そしたら次はこの薄皮ですね。あんなトゲトゲな皮を剥いでも、まだその下に薄皮があるんですね。これを取らないと、刺身にした時、すごく食感悪いです。それに切りにくいですね。なんでいつものお魚の皮を引くような要領で、皮を引いていきます。まな板と包丁をピタッとくっつけて、ゆっくりゆっくり引いていきます。で、ここら辺になってくると、皮が薄くなってくるんですよ。なんでちょっと気持ち浮かして、尻尾の方はね硬いんですけどね、こう背中の方になってくるとほら薄くなってくるんですよ。で見てもらったらすごいわかると思うんですけどね、これ尻尾の方、これ背中の方。はい、そしたらここの先端ですね、この熟成した時に空気に触れてた部分、ちょっと色が悪くなってますね。ここは酸化しちゃってますんでトリミングします。まあ、これは加熱用としてもあまり食べない方がいいかなと思います。あんま美味しくないです。はい、こんな感じになりました。お腹の膜、ここもね取る人は取ると思うんですけどね。そしたら次はこのお腹の膜、ここも取っちゃいましょう。こう入れて、まあ、キワキワ攻めずにね、確実に取っていきます。なぜかというと、ここも鉄火とかお鍋に入れたら美味しく召し上がれます。よし、こんな感じに柵取りができました。もう完璧ですね、この状態。そしたらこの状態に切っていってもいいんですけど、こう均等じゃないんですよ。尻尾の方は薄くて、この背中の方はこんもりしてるじゃないですか。こう見るとね、すごくわかるんですけど。薄いんだけどどんどん盛り上がっていく感じ。なんでこのお山になってる部分をここ削いで、尻尾の厚み均等に揃えます。これ成形という作業ですね。結構大きめに、こんな感じですかね。あ、いいですね。はい、これで平たーくなりましたね。そしたらあとはこのサイズを調整。若干こうなってて尻尾の方がボコンってなってますんで、この尻尾のボコンってなってるところをカット、ここもカット。よし、これで綺麗な厚みも幅も均等な柵になりました。で、お山をカットしたとこ、ここも鉄砂として使えます。均等ですよね。なんで鉄砂の中央の部分とかはこの柵で作るといいと思います。まあ、僕もねこう説明してるんですけど、なかなかうまく鉄砂は引きません。理屈では分かってるんですけど、鉄砂だけはどうもねうまくできないんですよ。鉄砂の試験があるぐらい、その鉄砂って難しいんです。薄く削ぐことはできるんですよ。ただその綺麗に盛ることっていうのがマジでこれは難しい。僕鉄砂に関しては料理の域を飛び越えて芸術の域に入ると思うんですよね。絵とかアートとかそっちに入ると思うんですよ。やっぱそういうセンスがないと、鉄砂は綺麗に引けない。あと、几帳面さ。僕ね、実は几帳面そうに見えて、そこまで几帳面じゃないですよ。結構ね、雑なとこは雑なんで。よし、そしたら、どうやって切ってこうな。本当にいろんなやり方があるでな。今日はちょっと、皮目から切ってみますか。いつもね、身の方から切ってた気がするんですけど、そうすると筋肉がこう入ってるんで、筋肉が断ち切れないので、こっちに向けて筋肉を断ち切った方が、より美味しいのかなと思います。今日のお皿は黒の気分。で、僕の経験上ね、乾燥した
こう柳包丁でずっと切っていくとなんかくっつくんですよね。だからたまにこうやって濡れたペーパーとかで包丁を濡らしてあげて切っていった方がなんか滑りがよく綺麗に切れる気がします。ではいきます。まず最初の一発目、ここはねどうしても形が悪くなってしまいますんで切り落とします。で切り落とすときに刺身の幅を考えます。この角度で切り落としたらもうずっとこの角度で切っていかないといけないので、この幅の小さい刺身になります。まあ、小さい刺身でバーッと盛り付けてもまあそれはそれでいいんですけど、まあ、鉄砂はねだいたいこのぐらいの厚さ、だいたい3センチから4センチぐらいあった方が食べ応えあるかなと思いますんで、まあ、それを意識してここで一発捨て柵を取ると、こんな感じですね。包丁を乗っけてでグッと押しながら押して引く、スーッとね、こういう感じ。ちょっと破れちゃいましたけど、もう一回いきますよ。押しながら引く、あ、いい感じ。あ、いいですね。これこの形最高ですね。そしたらここでこう一回つまみます。つまんで、でつまんだものをここにこう乗せます。ポイントとしてこのつまんだところを立ててあげる。そうするとこう浮くじゃないですか。裏から見るとこんな感じ、折り曲げたところを枕にしてあげてる感じ。そうするとこうやってねピーンと浮き上がった、角が立った鉄砂になります。こうベタンとやるよりこうやって折って立体感を出した方が、なんだろう、仕上がった時にすごく綺麗です。ボリューミーだしね。これがでも難しいんですよ。よし、じゃあどんどんやっていきますよ。なんか今日はね上手にできそうな気がする。置いて引くで、持つと同時に折り曲げる。んで、置いていくと。包丁でこうやって引っ張りつつ置くと。ああ、いいね。今日めっちゃうまくいきそう。さあ、じゃあどんどんやっていきます。はい、では一周でこのぐらい使いました。まあ、大体半分ぐらいですね。すごいですよね。いかにフグがどれだけ薄く切られてるかよくわかりますよね。半分でも一周できました。で、ここ残してあるのは、ここ薬味を置くエリアですね。やっぱこう見てみると、一番最初の形と一番最後のここの形違いますよね。これがね、難しいんだよな。ここ均等にするのが本当に難しい。でもね、いい感じかなと思います。じゃあ2周目いきます。はい、そしたら2周とちょっと足りないぐらいまでいきました。で、残ってる身がこんだけですね。で、ちょっと形が悪くなってきますので、これは1回置きます。これはまた中央部分で使ったりだとかしたいと思います。なんで、ここからは、あの、お山削ったこの部位を切っていきます。なので、ここも同じように、こういう風に、こんなもんですかね。ここら辺製作取って、これでいきましょう。あ、いいですね。ほら、あんまり違和感ないですよね。で、これやっぱお山の部分の方が柔らかくて美味しそう、身が。じゃあどんどん切っていきまーす。はい、2列目終わりました。残ってるのがこんな感じ。では3列目いきまーす。はい、では3周目ができました。で、お山の部分はあとこんだけです。もうちょうどなくなりました。でもまだ足りないので、もう片身のお山の部分も使います。はい、4周目ができました。もうあとちょっとですね。
で、お山はこんな感じ。多分これで足りると思います。はい、5周目が完成。6周目。で、6周目からちょっとこう立てていく感じ。ちょっとこう、なんだろうな、お花の中央をイメージする感じですね。お花ってこうちょっと食用菊があるんでこれで例えますけど、こう中央になればなるほどギュッと密集してこう立ってるじゃないですか。それをイメージしてあげる。なので刺身もこう切って、今までこのぐらいに折り曲げてたんですけども、半分ぐらいに折り曲げちゃってツーンと立てて上を向けてあげる感じですね。わかんないですけどね、これが合ってるのかどうかわかんないんですけど、多分その方がよりお花っぽく見えます。テッサっていうのはもう絶対に上から見て綺麗なのが原則なんで、それを意識して。なので皆さんもね、フグ食べに行ってテッサの写真とか撮るときは横からじゃなくて上から撮ってあげるとすごく綺麗に撮れると思いますよ。はい、こんな感じ。あとはここくる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 巻いていきます。え、今日いいんじゃない、ちょっと。なんで中央は逆に細かい身の方が使い勝手いいんですよ。なので先ほど残しておいたこういうところはもう中央で使うと。はい、こんな感じになりましたら、最後のドセンターは本当テッサに関してはね、誰にも教えてもらってないんでね、こうとかどうだ、これをこう、あ、いいんじゃない、おお、できました。え、今日うまないですか、なんかすっげえ上手にできた気がする。まあ、ちょっとねこの薬味ゾーンがボコッとしちゃってます。本当は綺麗な三角形を描けると最高なんですけど、まあ、その場合はちょっとここら辺をどいてもらって綺麗な三角形を作っていくと。おー、めっちゃうまい。これは割と合格点だよ。そしたらここに薬味を置いていきます。ちなみに出た残骸はこんな感じ。テッサがあと、まあそうですね、2人前ぐらい引けますね。であとはこうやって成形した切り出しですね、切り出しがこのぐらい出ました。刺身のミスった切り出しとかはあんまり今日は出ませんでした。であと皮ですね、で縁側の破片と、こんな感じです。これはもう鍋ですね。では薬味を置いていきます。まず大根で土台を作って、で大葉を置きます。中央があまり隠れないようにね、こんな感じで。そしてこちら浅漬きですね。そしたら浅漬きを揃えて根っこをカットんで、ここら辺でカットして、で半分ぐらい狙ってカット、合わせますと。でできるだけ散らからないように盛り付けで、もみじおろしで、菊、そして赤タレ。はい、これで天然トラフグのテッサの完成。はい、では次は唐揚げいきましょうか。お、いい感じに味が染みておりますよ。色がねちょっと変わってるの分かりますよね。このぐらいでいいんです。半日とか1日とかつけちゃうと、あれフグの良さが消えちゃうんですよね。なんで濃い口醤油を使って、もうこのぐらいの薄さの醤油で、もう本当に30分1時間でいいと思います。もうこれがね一番うまい。はい、でちょっと軽く汁気を取って、でジップロックに入れて、で片栗粉を入れて、もちろん素手で触らないようにしてね、で空気をちょっと入れて、ふる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 、そしたら取り出して、でこの段階で片栗粉をある程度払うと。はい、こんな感じ、うまそうですね。そしたらこちらを入れていきます。もう早速いい匂いがする。で、割とね、中心まで熱入るのに時間かかるんで、160から170ぐらいの油でゆっくり揚げていくのがいいかなと思いますよ。はい、ではカラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。
なんかテッサ過去一うまくできた気がする。これやっぱ分かったのはもう最初の一列、ここがむちゃくちゃ大事。これをお皿の縁に揃えたんですよ。それをやったことによって2列目も指標ができて、もう綺麗にできました。ほんで縦にいつも並べてたんですけど、かなり斜めにすることによって、なんだろう、臨場感というか花吹雪感が増しましたね。なんかコツつかんだ気がします。今回のこのフグの動画はね、僕にとってものすごく得れるものが多かったです。6年目にしてやっとなんかコツをつかみました。もっともっと多分うまくなっていくと思います。お店に出せるレベルぐらいまでは行きたいな。まだちょっとね、やっぱどうしてもどこか雑なところが見えちゃうんでね、こことここの大きさが違うとかね。まあいいや、食べましょう。そしたらまずポン酢を入れて、もうテッサと言ったらポン酢ですよ。ちっちゃい頃はね、僕フグ食べてもなんだポン酢の味しかしねえじゃんと思ってたんですけど、もうね全然違いますからね。フグにはフグのこの香りと甘みあります。あとは寝かし具合ですね。もう今日のこの天然のトラフグのこの寝かし加減、もう完璧と言ってもいいと思います。もう美しいです。では行きましょう、テッサから。本当はこのね唐揚げから行きたいとこです。熱々を食べたいとこですけども、どうしてもこれから行きたい。行きます。ここからスタートしますよ。行きますよ。さーっとこんな感じで取れたかな。今上手に取れてなかったかも。ちょっともみじおろしを溶かして、うわー最悪。俺はねこういうとこがあるんですよ。気まぐれクックのここがダメだよね。でもねこれは分かってほしい。皆さんにね少しでも見やすい映像をお送りしようとしてのこういう出来事なんですよ。多めに見てで、ちょんとつけてこちらいただきます。うわー、うーまー、うん、うまっ。後からうまい。あんまっ。ちょっとこれはうますぎる。ちょっともう一回いいですか。もう一回いきますよ。さーっとここ贅沢。ちょ、いただきます。ちょっとネギも今回挟みますか。これでいきます。いただきます。うわー、これね今まで食べたお店屋さんも含めてトラフグのテッサで一番うまいかもしれません。このまず刺身の分厚さ、めちゃめちゃちょうどいいです。すごくいい厚さに切れましたね。でまず口の中入れた瞬間にふわっとくるこのフグの香り、そして噛めば噛むほどジュワッジュワッと出てくるこの甘み、もう最高ですね。一級品です。これ誰が食べても、あ、これ本物だねというそんなうまさ。これはうまいわ。ちょっとびっくりしたな。久しぶりにちょっと鳥肌が立ちました、魚食べて。次こちら唐揚げいきましょう。すだちをチューッとかけて、で結構カマは食べれるとこ多いですよ。まずここですね、このカマのとこ、ここ全部身が入ってますね。いきます。ここを割ってこんな感じでいただきます。うん、うめえ。うジューシー。ここもいきます。うわ、たまらん。言葉にならん。これ唐揚げの頂点だわ。わかりますかね、この綺麗な身、この雪のような色した綺麗な繊維、うますぎる。ちょっと店じゃんこの味は。僕最後の晩餐何がいいって言われたらこれって言うかも。そのぐらいうまい。マヨネーズとか何もつけなくていいですね。こうちょっと効いてるニンニク生姜醤油の香り、これだけで OK です。フグはいらんことせん方がうまい。はい、ということで今日はこちらのトラフグのテッサとトラフグのカマの唐揚げときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつこちらでいきますよ。早く飲みたいの一択ですわ。うわ、もうこのね注がれてる時間すら惜しい。よし、あーちょっと焦っちゃったからね。今日は5対5ですね。いただきます。うめえ。時間かかったけどかけただけの甲斐はあったな。それじっくり食べていくよ。これはちょっと残して家族にも食べさせてあげよう。ごちそうさまでした。ということで今日は
巨大なトラフグを使ってトラフグのテッサとトラフグのカマの唐揚げを作ってみましたけども、どちらも絶品でしたね。フグのテッサも綺麗に引けたし、もうね、とっても気分がいいです。人生で一番綺麗に引けたんじゃないかな。やっぱり人って練習すればするほどやっぱ上手になるんですね。一番最初からうまくいく天才なんてもうほんとごく一部ですから、人間努力すれば少しずつ上手になってきますね。いやでも美味しかった今日のトラフグは。ほんで白子も食べたんですよ。多分この動画が上がった数時間後にショート動画が出ますけど、めちゃくちゃうまかった。びっくりした。白子で2品作りましたんで、ポンポンと2個出ると思いますので、そちらももしよろしければ見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。